お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はですね、こちらロイジャイエリババね、やっていきたいなと思います。ちょっと前にもロイジャイエリババのデッキを紹介したんですけど、まあそれとはね、またちょっと中身が違う方になります。これがね、今グラチャレの勝率ナンバーワンと、まあ、いうところで一番強いデッキがこれかという感じなんですけど、いやマジで、こう、本当に昔ネタカードだったロイジャイとかエリババとか、なんかまあトリトンとかも本当に今だったら最強って呼ばれるぐらいちょっと強いカードなんでね、まだ触れてない方とかもぜひね触れてもらえればいいかなと思います。で、対空はね、こうロイジャイと常にね、セットなのがエレクトロウィザードとハンターですね。まあエレキ加砲されたんですけども、まあちょっと痛いですね。ちょっと痛いけど、まあエレキの代わりになるユニットってマジでいなくて、なんかこう、まあ優秀なんでね、まあロイにはやっぱエレキなんだなというところですね。で、ライトニングですね。ちょっと珍しい。最近だと、すごいファイアボールが、採用されてたんですけど、まあ、ライトだと、まあ、施設系に、だったり、まあ、クロスとか、まあ、そう、施設系に関して、ボムタワー、テスラ、クロス、そういうのに対してね、非常に勝ちやすく、まあ、なるかなと思います。で、防衛とかでも結構ね、こう、防衛ライトが、意外と初見殺しで刺さったりとかも、まあしますという感じでね、相手出してこないので、ハンター出しちゃいます。トリトンは、まあ、キョスケとかゴレとか引っ張っちゃうと、なえちゃうので、やめます。で、今回、ボセッちゃんですね。多分、ボセッちゃんって呼ぶの僕しかいないと思うんですけど、まあ、ラバですね。ラバちゃん、ラバラバ。これはね、これの前にラバとか来られると気持ちめんどくさい。うわ。相手は、ホバメガゴ墓石の、まあ、ラバですね。結局。で、ヤナメラバですね。このラバはね、ちょっとま、ちょっと最近地味にいるぐらい。あ、でもいい回復じゃない？あ、でも、墓石ちゃん。あ、ババちゃん。墓石ババですね。なかなか陸が豊富と。で、僕ライトなので、相手のババを突破できないんですけど、今相手がババを出してくれたので、普通にこれロイチャンスですね。いや、結構チャンスですね。なので、まあ、このベビーを受けつつ、普通にハシマエロイでもいい気もするんですけど、一旦アド取ってるので、トリトンからの、まあ、多分墓石じゃん。いや、来ない。これに墓石か？いや、これ何だ、守ってくんだ。これハンターつけていいと思うんだけどな。で、ヒースピ欲しいな。ヒースピ欲しいな。いや、ファイブか？これをファイブボイとかしてきたら。いやー、何も出さない。なんか来た。これは、いやなんかむず。ユニットの出す位置むず。さあ、とりあえず、エリババとかで。いや、このトリトンでよかったっすね。いや、マジでもったいない。エリババは6コストなんすよ、あいつ一応。あいつ、ああ見えて6コストなんすよね。なので、結構大事に、大事に可愛がってあげないと、よくないのと、あと相手は、今回、ヤナメだと思うんすよ、マジで。今、スペルが一回も降ってきてないんですけど、まあ、なので、困ったら防衛ライトして、さ、いや、タルババがタゲ取ったと思ったけど、取れてない。いや、まあまあまあ。これ、生きてえな。生きてえな。で、ババが来たら来たで、やばいな。大カウンター食らっちまう。いや、そんなコストはねえか。やべえ、これやばいな。まあ、エリババでディガー拾ってからの、ディガーを最速で溶かして、時間稼ぎからの、いや、めっちゃいいね。めっちゃいい。で、ここのエレキで、すべてを延命。で、ホバリングには速攻ライト。いや、これに打ってもいいな。でん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 。で、一発振り発、振りかます。謎に、いい間違いのような。これ、ホバだけ取ってなかったら結構やばいけどな。結構やばくない？助けて。いや、でも、やっぱエリートなんすよね。普通のババよりはエリートの方が強いっていうのをちょっとね、相手に分からせてましたね。で、なんなら墓石で飛来心とか怖いですね。いやー、いいライトニングと。まあ、いうわけでね。まあ、エリババがいるんで、こう、今回相手はババだったんで、普通にこう、僕のね、エリババがなかったら、まあ、ちょっと怖かった部分ありますね。まあ、防衛部分もですし、相手がこう、結構、ババを抑えてくれたんですよ。まあそれもやっぱこうエリババって意外と端前とか出されたりすると止まんないし、エリババヒースピされるだけでね、こっちとしては怖いんだよね。よいしょ。まあ基本的にはロイというよりかはエリババで様子見れるのかなと。
いうふうなところでさ、相手も同じですね。最近トレンド、まあ、同じだったら挙助はないと思うんですよ。最近多いですね、この陸デッキですね。相手のデッキはムート工事をマジやちょっとか、これちょっと下止まりそうなので上とかしますね。先にしっかり役割分担してあげて、何らかに、うわー取れた、お前なんか暴れてないあいつ暴れすぎてね。いやーこれ神のタルババ来ちゃうかな。いやーヒースピ飛んで、いやーいいタルババがちょっと来ちゃいましたね。相手のユニットの低めの位置で受けるのがちょっとうまかったですね。もっともっと高めで受けてくれると普通は入るんですけど、あれちょっとやばい、痛いやばいっすね。そんなにっていうぐらい受けちゃった、半分ぐらい受けちゃいましたね。まあまあ陸僕優秀なのと、相手の中型スペルファイブがあるかな、あったりなかったりなんですけど、まあ、ない方が多いか。まあ、なので1800守ればいいですね。ただただ簡単ですね、守るだけですね。で、エレキ止める、こっちのタワー許容できますね。結構よいしょ、気持ち、これぶち抜かれちゃうかな。いやでもトリトンがめっちゃいい、美味しい。さあで一旦イモりますね。オッケー、いやこれいけますね。イモって相手僕がライトだって気づいてないので、もうライトぶちかますだけで、あの相手としてもびっくり、あれライトニングって知ってる、まさか待って結構いい、いや待って結構いい、しかもこれトリト残ってで、ヒースピ来た、あーお前強すぎるエリババか、待って、いやーハンター回復マジででけ、しかもうおい来るの、うおい、あーなんか、いやでもやっぱトリトハンター強いっすよ。こうなったら相手も僕からダメージ入れれないっすもん。いやお前そこ引っ張らんでええねん別に。これエレキ落としますで、逆サイは許容できますね、無視でいいっすねあれ、なんなら。で、最後これ、ロイしちゃえば、攻めです。勝ちましたね。OK。こういうね、無視、結構大事ですね。なんか、それ、守る必要あんのっていうのがね、後半に入ってくると。まあ、前半だとやっぱこう、守っていいと思うんですけど、後半に入るとね、よいしょ。CRL スタンプ押してくれてますね。まあ、ありがとう、というところで、ね、そう、後半に入って、こっちが攻めたい時に、相手が攻めてきたりとかして、それ本当に守る必要あるのっていうのをね、一度考えてもいいと思いますね。全然こう、最後の場面とかも、タワー落ちない攻撃で、僕が最後攻めたら勝てるので、守る必要が1ミリもないんですよね。だから無駄に守らないようにね、ちょっとしていくと、それだけでね、全然、勝ってるようになりますね。毎回タワーで受けつつ守る、ユニット残してカウンター意識ですね。さあ、今回では、スケール、ナインとウッド、クロスかな、2級クロスだったり、まあ、遅延のクロスだったり、さあ、クロスですね。で、クロスに対しては、後半結露をします。前半は結露したら、逆サイ攻められて、単純に、タワー削られて、イモられちゃうんで、前半はしないんですけども。今回、遅延型ですね。これ、ファイブだったら多分負けるんですけど、ロケ、僕、ライトなので、相手も多分もうファイブだと思って、ファイブか、なら勝てるな、みたいな、そんな感じなんじゃないかな。で、これ、ロケ撃ったれたんで、結露するんですけど、逆サイ攻められてもエリババがいるんでね、これ、なんならタゲ取らしてもいいですね。タゲ取らした方が、なんならカウンターとして非常に優秀。いや、これ、神の助でしょ。強すぎ。で、ここ、攻め取るまですると、このエリババがタゲ取られてないんですよ。で、ナイトもスケも溶かしてるんで、これ、多分、グッドゲームなんですよね。本当に。で、ナイトかアイウィズが来る。あ、これナイトが遅れてくるか。いや、コストが今そんなねえか。いや、強いんですよ。まあ普通なんですけどね。相手からしたら、結露した。あ、じゃあコストない。チャンスだって思って攻めクロス来るけど、化け物2体が襲いかかってくる。まあ、序盤から攻めロケも、どうなのっていう部分あるんですけどね。そう。これは毎回同じことですよね。相手は、イモればいいやって思うんですよ。ファイボだから、じゃあロケ削りして、イモれば勝てるっしょって思うけど、僕はライトなんでね。イモることすら許さないっていう。まあ、結構クロスには鬼強そうですね。あ、まあさすがにこれはね、相手も、ちょっとエリババのね、エリババの怖さに
おじけづきましたねという風な感じでね、ちょっと追っていきます。まあこれがね、まあエリババじゃなくても別に前までも成り立ったんですけど、こう結論した瞬間に、まあ、逆走で攻められますよ。トリトンとまあ1コスト、まあエレキトで耐えましょうだったのが、まあ結構楽にねエリババを出すだけで守れるようになったので、まあそういった部分では結構使いやすいんじゃないかなと思います。よろしく。さあパビックス、あ読めなかった、やめとこさあヒースピー転がします。でタルババをあの転がす時なんですけど、このど真ん中より1個右側にした方がいいです。結局タワー殴る回数は変わんないんですけど、まあ、何が変わるかって真ん中の施設とかで釣られないんですよね。なんかごぼうりとかで置いて受けちゃおうっていうのが受けれなくなるんで、ぜひね、あの1個外にするとえっていう、ちょっとまあなんかこじゃれたねこじゃれた技でございます。今回スケドラとバルーンなので、まあラバかバルーンか、まあ、なんか当たり前のこと言ってるんですけど、ケツトリトンしますね。なのでまあ様子見てロイとエリババはどっちかね、あの投げたいですね。で今回今相手縦の選手使ったんで、あラバ咲いた、行ってこいお前ら走ることが大好きだね。あーキャン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 、これ多分、しかもまあババで守られるけど、1体はタワー殴ってて1体は結構頑張った。でここで今ハンターを出さずにちょっと待ってからスケドラを追加されたらハンターかとかいろいろ考えたんですけど、インドでしたね。これ何があるんだろう、相手のファイブとか飛んできたらさすがにハンター出すけど、来ましたね。これやべえかな、一発。ああちょっと痛いですね、ちょっと痛かったな。あーまあまあいいや、ちょっと痛かったけど、でここでロイ出してあげると相手ババ回ってないんですよ。しかもインドも咲いたんで、あとスケドラぐらいしかなくて、いやこれもう終わったっすねでなんなら攻めたるババもしてあげると、もしロイが死んでもその後ね、あのハンターが残ってタルババがタゲ取ると、いやこれめっちゃいいね。で今縦の選手も咲いて陸がね、まあ、ババが回るかな、でもトリトンに出したくはないよなって感じでダメージ稼げますね。でケツラバしてきて、まあ、コストを使わせるためにエリババ出してババかな、さすがに。でそれをあのハンターと、まあ、ゆっくり回収していければいいかな。相手は今回ファイアボスアップですね。あのエレキハンターヒースピタルババの、まあ、防衛ライトとかすれば結構回転が早いので、よいしょ、これで守れます。なんなら防衛ライトあんま意味なかったな、あって守れます。俺の守れます宣言ごめんなさい、守れなかった。えしかも結構やばい、ダメージが結構やばいことに気づいた。一旦イモル、さあ真ん中ラバーとかかな、真ん中ラバーですね。相手バルーン出すか、バルーン出したいが出せないな、なかなか相手も。俺もなんかね攻めたいんですけど、今こうやってババとインドを抑えたので今がチャンスではあるんですけど、結構ねお見合い中ですね今ユニットの。ここでロイ行くと悪くない相手でもこれですね、これがねこの OK 防衛で5を抑えた、これはねもう来たんじゃない、ハンター出しておけば絶対安全、完全にね警戒してあげて、最悪ライト落とす、トリトンが走った、オーゲーナイス、いやした。まあいうわけでね、ボイライトな最後ちょっとなんか下手でしたね。もうちょっと待ってからでもよかったのか、なんかね普通に守れると思ったんですけど、全然守れてたおられちゃったのは痛かったですけど、まああのこのねロイエリババ、まあどっちでも攻めれるよっていうのが強みですね。ぜひ作ってみてくださいというわけでおります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。